ご訪問ありがとうございます。浮橋散策の様子です。浮橋の浮橋スタンドっていうところにソフトクリームを食べに行きます。ここ初めて来た。カワセミデニッシュ、カワセミデニッシュ、なんかこうちょっと白壁風の街並みがあってとても素敵なところです。楽しみ。カワセミデニッシュというのもおしゃれなカフェ。って言ったのは素敵な瓶がたくさん並んでるこじゃれたお店を発見したからです。次は浮橋スタンド。浮橋スタンドに来ました。テイクアウェイ、ガイドマップや浮橋観光情報に必ず出てくる浮橋スタンド。人気ナンバーワン、いちごおりミニカップスイーツ、でもラテ、何が美味しい、あ、なんかコーヒーのいい匂いする。店構えはスタンドというだけあって、小さな受付口があるだけで外で皆さん椅子に座って食べるようなスタイルになっていました。でもメニューは結構たくさんあったように思います。私が選んだのはこちらのクッキーの砕いたのが乗った美味しいソフトクリーム、それにコーヒーをいただきました。浮橋スタンドの隣は浮橋セレクトというセレクトショップがあり、中を見ても楽しかったです。水辺散歩道、人情のなんとかか、鯉のぼりがちっちゃいけどかわいい。行った時期が5月に近かったので鯉のぼりが至る所に飾られていました。白壁の街並みに小さな鯉のぼりがお店の軒先にこのようにとっても可愛らしくてウキウキする気分になれます。こちらはお菓子屋さん、くず羊羹などが人気なのかな。店内で作られてるお店が多かったように思います。南新川、のどかやな。何のよくある幼稚園の併設されてるお寺かな。あ、史跡、東光寺跡、お寺、神社だって。なんかでもこの門番組はしかも、なんかパワーを感じる、パワーというかなんか、ふと立ち寄ったこちらは真言宗東光寺の後スサノオの神社と改称された場所だったようです。あ、うん、神社仏閣に行くとどうしても狛犬が目についてしまいます。この動画編集を始めてからの一つの私の興味の向き方。中に入っていく時もとてもパワーを感じたんですが、写真で見てみるとまたまたいい感じ。お醤油屋さんですね。このお醤油屋さんでも実は刺身醤油を買って帰ったんですが、こちらの窓ガラスにタモリさんの写真が、なんと奥様のご縁で浮橋の観光大使をされていたそうです。タモリさんは福岡市南区の出身、奥様は浮橋の出身だそうです。またお菓子なの、結構お菓子が多いんだね浮橋って。柿ウイロみたいな、美味しそう。立派な建物、浮橋ってスイーツと果物の街らしいですよ。こちらのお店も宝飾の果実、新しいお店みたい。
ショート動画でご紹介した映像を少しですがご覧ください。福岡県浮橋吉井町白壁通り散策、見つけたお店は創作和菓子のお店暴食の果実、瓶入りみたらし団子を購入しました。2本420円でも美味しかった。パンのモッカ来たけど閉店してた、完売ってなんか置いてあるっぽいけど、美味しそう。パンのモッカもとても有名なお店、散策したのが夕方の時間だったのでもう閉店でとっても残念でした。またリベンジしたいなと思います。福岡県浮橋の吉井町、白壁の街並みがとても素敵なところです。まだまだ行けてない裏路地やとってもおしゃれなカフェなどたくさん並んでいました。またぜひ来てみたいなと思います。写真を何枚か撮ってきましたので最後までご覧ください。私のチャンネルではお出かけした時の様子を写真とナレーションでお届けしています。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。こちらは焼き物を買いに行った時の写真、浮橋での陶器市の様子などもご紹介しています。またお会いできたら嬉しいです。みほでした。